次あのうちの、ね、帽子をかぶった、脇田俊成さんが、ちょっと少々お待ちくださいね、はい、やりますんで、白沢の書道の体験交流館の館長してるのかな、そうですね、書道の体験交流館館長さんです、会えると思います、小平さんです、よろしくお願いいたします。ちなみに私はかけらまできびすを作っております。皆さんの健康のためですね。長生きしてくださいよ。きびすを飲んでよろしくお願いします。これは脇田さんの作詞作曲の歌で夏祭りっていう歌で、一応2曲あの夏祭りっていう歌と楽しい歌です。2曲目紅花、デーゴの花のことですね、それを歌ってもらいますんで、はい、よろしくお願いします。I'll see you.